こんにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説知恵の借り物前回の続きから、この中の世界がどうなってるのか本当に分かんないですけど、ゼルダの借り物を追ってきました。あって、入り口が三角になってる。前にゼルダを襲ったヌールの気配、すごくはっきりしてる。あの奥に見える大きな塊、もしかしてあれがヌールなんじゃ。え、でっかくない？きっとこの先に大いなる力が。ゼルダ行こう。一つはゼルダで、一つは多分リンクのところに飛んで、一つ奪われちゃってるんですよね。なので追っていかないと。まあ意外だとかた、追っていかないといけないんだけど、ちょっと待って、イニシエの層、それ使ってたやつ。はい、とりあえず任せましょう。はい、頑張れ。結構押されるね。飛んでるのはちょっと辛いかな。道がね、とりあえずわからないので走り抜けてるんだけど、これお城の一部なんでだろう。ちょっと謎だよね。イニシエの森の一部になってるのかな、もしかして。でもいろんなものが混ざってる気がします。次は寝ます。斜めのとこでもね、寝れるようになってるのでいいですよね。で、多分奥の方に進まなきゃいけなくて、道がわからないので横とか行っちゃってるんですけど、目的地は多分北側、上の方だと思うんですよね。なので進んでいくしかないかな。あと、なんか飛んできてる、まずい。びっくりした。当たるとね、魔物になっちゃうからあれなんだけど、これ砂漠だね。やっぱり今までのやつなのかな。はい、あー、何がいいかな。雲すぐ消えちゃうけど、はい、これでいけそう。あれ、あ、上だ。行きましょう、上の方。雲だとすぐ消えるんですけど、上がり勝手がいいんですよね。あと使い勝手がいい。こっち、うわー、なんか行けそうな道がありますね。ちょっと怪しい感じがする。道としてはこっちが広いので、あ、中間がある。こっちなんだ。うわー、端っこ行ってみたいな。行ってみたいんだけど、こっち行きましょうか、広い方。ここ氷だね。ラネールの感じになるのかな。ちょっと通りが悪い。あー、はい、消しにくい。あ、待って、落ちるのはまずい。ちょ、はい、滑る。すごい滑る。はい、戻ってきましたね。めちゃくちゃ滑るんですよね、ここの氷の上。これで溶かしてくれないかな。はい、こっち溶かせばいけるはず。はい、よし。お、本当に滑る。あ、なんかいるな。あ、もう。はい、待って、凍っちゃう。上の方からやってくれればいいかもしれない。ちょっと逃げましょう。頑張れ。待って、こっち来ないで。ありがとう、雲。はい、よし、雷撃系。温泉みたいになってるけど回復しなかったです。飲み物飲んじゃった。ちょっと時間かかるね。はい、自分で行こう。
ちょっと難しい。ありがとう。避けていけるかな。で、火山ゾーン、あ、上に上がってくださいになってる。キース、よし、一緒に行こう。ちょっと待って上の方なんか怪しくないですか。いけるか。いや、本当にギリギリだ。あの、高いとこまで上がってから移動していかないと難しい。はい、到着した。危ない。はい。おー、これまたでも上に上がらないといけないのか。どうしよう。ブリザード、こっち頑張れ。ここから結構でも奥の方まで来た気はするんですけど、まだなのかな。はい、ありがとう、頑張れ。よし、オッケー。なんでそこに吹き出してる何かがあるんだろう。ちょっと怪しいですよね、吹き出しがあるのって。あー、向こうに行くの。すごい道通らされる。到着した。あー、ありましたね。よかった、中間。これでまた開けられました。真ん中がない。順調に奥には来てるから、もうこのまま行っちゃいましょうか。あ、なんか始まってる。いた、リンクだ。大いなる力が。やはりお前が勇者だったのね。あ、あの人ってリンク、やっと見つけた。んー、せっかく後回しにしてあげたのに。でもちょうどいいわ。大いなる力がこの場に集った。すべてヌール様のものよ。え、ゼルダ戦？え、これ何されるんだろう。ちょっと待って、さっき使ってた子出してる。うわ、飛んでる。ゼルダができないことやってる。しかもなんかいろいろ出しますね。これ自分で行かないとダメなのかな。ちょっと怪しいので自分でも行きます。倒した時に一応パワーはつくから大丈夫なのかな。おお、あ、ハート出てる。本人のところにはどうすればいいんだろう。こうなんか出してくる子たちをやった方がいいのかがちょっと謎ですよね。多分出してくる子の方をやった方がいいのかな。違うのかな。あ、ねえねえ、 BGM がアレンジされてる。今だ。これで1回目？すごい、テーマソングがアレンジされててちょっと怖くなってる感じになってる。 あれですね、細かい借り物で今までの子たちを出してきてる感じになってるから、てかファイヤー、ハイヤくんはちょっとどっちもやってくれるから、どっちがいいんだろう。こっち床でやってもらった方がいいのかな。でもそうすると届かないですよね、本体に。それがちょっと困るかも。本体届かない方が辛くない？あ、だって回復して倒れないようにしよう。はい、タコで途中で変えてあげる方がいいのかな。本体の攻撃をしないとダメな気がするんですよね。当たらないんだよな。弓じゃないとちょっと当たらない。ある程度ダメージ入ったら多分次の子出す。あ、来た。ダメージ入って移動したらこれがあるんだ。はい、じゃあ次どっち出そう。こっち。やっぱり
り本体攻撃の方がいいのかも。で自分である程度行かないといけないけど、ダメージ量が結構くるので、ちょっと伸びながらになっちゃうけど飲もう。はい、回復。もう辛いよね、いっぱい出てくるから。どうしようだいぶ作ってきたのに、なんかいろいろやらなきゃだな。あと一撃が強い子が多いかもです。あとよし、あもう倒れたくない。今までのなんか中ボス系とかが出てきてるイメージになっちゃうのかもしれない。あ、ありがとう。こっち届かないんだよね。あとなくなる、うん、どうしてもパワーがなくなるから、そのままずっとは無理みたい。あ、待って、倒れないようにしないと。なんか飲みましょう。クライムだけどもしょうがない。弓の子たちだ。はい、お願いします。床先だね。床である程度床収まったら借り物ゼルダの方に行かないとダメなんだ。難しいな。なんか飲みます。はい、で溜まったのでいけるかな。はい、ありがとう。まだ全然足りない気がする。あ、来た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 。これでこれいけ、あ、まだまだだった。いけるかなって思ったんだけど。はい、お願い。よしよし、一体終わり。もう一体私の方狙ってるから、そっちに行かないようにしてあげればまだいいのかもしれないけど、ちょっと難しいね。総力戦な感じがする。あ、ハート、ハート取りに行きたい。ありがとう。いやでも辛い、これは回復めちゃくちゃ持ってこないとダメだはい、ちょっ、近いとこに移動もあるんだよね。来た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 、ありがとう。3回でしたね。3回だけどここつらいな。何使うのが一番良かったのかがちょっとわからないけど、でも行きましたね。え、大いなる力が逃げた。大丈夫、これどうすればいいんだろう。あ、同じことしてる。ゼルダにやってくれたのと一緒のことしてる。これはちょっと感動するね。リンク、よかった、会えたね。大丈夫、痛いところはない。うん、なさそう。そっか、伝説の良さと知恵の姫巫女というのは君たちのこと。大いなる力はゼルダとリンクにそれぞれ宿った。でも残りの一つはヌールが持っていったまま。大いなる力は一つだけでもすごい力を持ってる。このままヌールには渡せないね。力を合わせてヌールが持ってる力を取り返してほしい。でもリンク武器持ってない。武器がないときっとヌールに勝てないよ。ゼルダ、借り物のリンクから取り返した武器リンクに返してあげようよ。勇者リンクの救出、ちょっと話しますね。リンクに武器を返してあげて倒しに行こう。返す返す、返したらゼルダもう武器使えないよ。それとあの中一度入ったら外に出るの難しそう。おお、準備しないとダメなんだ。やっぱり待ってにして準備しましょう。
はい、ということで次回はラスボス戦だと思います。頑張ってリンクと一緒に行ってきたいと思います。それまでにね、いろいろ整えてきます。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!